さあ、一旦粗食完了と。粗食だけどね。まああとはこれでまた奥地を発見するだけど、害虫駆除ね。お、お、ニュイとカニマル。うい、あとやんだ。あとあっちさ行けって。うん。冷たい。心まで冷え込みそうじゃん。何があった？あ、神様。いやいや、今日森にでも行ってみようかの森へ行くつもりなんてな。全力で無視されたね。なんか作るかや。菓子の土。ああ。まあ、鉄鉱石が入んないんだったらっていうところだね。カシノスキカートは、装備は追加回連撃。で装備もちょっと見に行こうか。の狩猟機。朝がいるのか、キハタ。スケガッサ。農作業時に獲得する農技経験値が 20% 上昇。あ、これいいね。あ、すごい。冬と夏の間だけ能力が上がるっていうのもある。ここも入っていけるっちゃいけるんだけど、特に先に進むってないからね。大東寺の森行ってみようか。ここも素材系かな、もしかしたら。はじき。あ、ハリーか。なんかありそうだな。銅鉱石。いでいきなりか。あ、いた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 。サッと使っとかないとね、連動があるのは結構つらい。これが意外と使い勝手いいな。シャリンラン。良質な菓子ゲット。距離が一番つらい。よし、で次は
ちなみにここは特にはなさげか。緩ませてから飛ばすまでが大変。ね、これ倒して。ああ。で、まだ先。もう結構深いね。ねえ、大東寺の森その2ボス切ったー。ハプフー。痛い。うわー、きついね。そうか。ここあたりはもうボス出てくるのか、こんなに。いやー、マジか。お？から出て何をしてるんだ。お帰りなさいませ、さくら様。おかげさまでここいらの野にはもう鬼はおらぬ様子。思い切って麓にも田を作ってみたのでござりまする。おお、すげえ。万が一のことが起きぬよう足雲もあたりを見回ってくれております。もうならば案ずることもないか。おっさん、野良焦がしてんじゃねえ。バンカタまでさ終わらねえぞ。おお、すまぬすまぬ、サクナ様。よろしければお手をお貸しいただけませんか。ですよね。何やら雨雲が近づいておりますゆえ、できれば今日のうちにすべての田植えを終えとうござりまして。田植えか。良いではございませぬか。これだけ田を広げられれば秋にはさぞ多くの米が取れますぞ。あの厳しい冬を耐え、なるべく種もみに手をつけなんだ甲斐がございましたな。そうだね。待て、そんなに綺麗には植えれない。いいな。終わらん。すぐ痛い。私はすでに人働きしてきたというに。つれえのはおめばりじゃねえ。やめせ、かいまる。あっち行きさい。お主らは狩りにはいかん。わしの苦労などわからんのじ。おだずなよ。誰がこれだけの田を起こしたんだっぺ。みんな生だらしてねえ。おめが見てねえだけだ。喧嘩やめましょう。田植えする、楽しくいいです。ヘッブレシー。このようなもの楽しいわけが。満足、口動かしてねえで手動かせ。
おい、コッパ、いくらなんでも神や年長者への敬意が足りぬではないか。ちょっと待った、ビンタが、ビンタがすげえかったね今。えらいふりするなら敬いたくなるほど貸し入れみろ。せずね、またはたきつけっと。怖え、いろいろ怖えな。みんなやめて、やめなさい。寝つきの悪さよ、心ね弱さよ、泥に足沈め腰を折ると。どうした、ついに頭に来たか。いや、今のは田植え歌だ。さよ、百姓仕事とは喜びにたどり着くまでが長く険しいものにござる。話し込むとついつい不平を口にし気がめいってしまう。そこで先人たちは歌うことにしたのですな。歌えば辛さも紛れる。苗の放送さよ、我が身放送さよ。たまげたな。おいらとおっさんとは違う国の生まれだけども、こりゃ同じ歌だ。続きはこうだべ。月ばらで願う黄金ばら。おお、それそれ、いかがですか、さくな様も。こうなりゃやけじゃ。その歌すべてわしらに教えてみよう。では行きますぞ。嫌な予感がする。上よ根付けよ。根付きの悪さよ、心の弱さよ、泥に足沈め腰を折る。苗の放送さよ、我が身放送さよ、月ばらで願う黄金ばら。上よ根付けの伸びるわよ、わびしくじだ。あぜにはもたれ。ふう、これでどうだべ。いやー、まさか植えさせられるっていうのを想定したんだけどね。よかった。さて、無事終わったね。やったっちゃ。田植え楽しい、できました。歌とは大したものなんだな。終わった終わった。さあ帰って飯にいたしましょう。まだ終わっとらんぞ。夕げの肉をさばかねばな。わしに田植えを手伝わせた以上、無論お主もやってくれるんじゃろうな。それは殺生にござりまする。これはこれは、珍しく立場が逆になりましたな。面白いこともあるものじゃ。
いやーにしてもゆいちゃんのビンタは衝撃的だったね。さくな様、こちらをご覧くだされ。なになに？巻物ではないか。このようなものどこで見つけた？ねえ、炭にいて。おそらく棚に置いてあったものが転がり落ちていたのでありましょう。なんとしたことか。ほう、手を離さんの道ではないかと。いいえ、これは農書、野良仕事の覚書にござりまするな。がぜん興味が失せた。これに記されし見聞は、それは凄まじきものにござりまするぞ。ところどころ虫食いや、古い文字があるゆえ解読に労を要しまするが、ほとびな作に関しては一つ極みとも呼ぶべき無類の達書であること疑いようもありませんと。田んぼの悩みか。名付けて稲作会議、気が向いたらね。土壌養分、肥料その1、水その1、液中。あー、めっちゃいろいろ出たー。細けーよ、また。あー。で、飯を食う。そして寝る。何か作るですか？いただきます。さあ、湯気。日の絵って言うんだべな。へえ、日の絵か。足蜘蛛族という名もしっかり。日の絵ね、日の恵みか。日の絵島になるのか、弓島がね、鬼島が。ごっつおさんでござりした。意外とこの食事シーンの会話は大事なこと多いよね。ワン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 。マジでワンちゃん出るの？どうしたんだ？何やら見慣れる犬っころ。お主が連れて参ったのか。柴犬か。あーい、危ないではないか。外には鬼が。ほーい、いつへあういおへい。わからん。この峠の近くに見つけた。こいつは勘が鋭い。鬼を避けて通るのは造作もねえだべ。すげえな、ゆい。しかし犬とは便利なものじゃの。こやつがおればお主らも外を出歩けるのではないか。ほう、そうかもしゃねんけども、いきなりおっかねえなや。それならまずはあのボケ侍で試してみるか。あの図体なら仮に襲われてもたやすく死にはせんじゃろし。めちゃくちゃ可愛いな。一番鈍いあやつが帰ってこられるなら他の皆も生きるはずじゃ。なんだ、ソースです。かいまる犬を連れてくる。田植えもを家にして、とりあえずね。田植えもん。じゃあ行ってらっしゃい。あー、マークがついてるところはそういう感じね。そしたらちょっとリベンジ行こうかな。いざとなれば採取だけして帰るっていう手もあるからね。
たいんだよな、それが。うひね、それで行こう。くひマジで。うん、いけなくはないけどパターンだね。結構ね、こう後ろ見たりしてくるからそれが難しいね。いいところでスタミナが切れる。スズメを吹っ飛ばせばそれなりダメージは稼げる。よし、パターン見つけた。こうだ。グヒ。ああ、これは。
じゃあ来たあー、根性だね。あー、勝った勝った。田植えもんおじさん、無事に帰ってきていかったっちゃ。えいういなんでこの犬、山を一つ越えた先の鬼に気づいたらしいぞ。それだけ離れておれば他のものでもいかようにも逃げおうせよ。この峠の位置をしっかり覚えておる。これでお店の外に出られるということじゃな。パーリバンコね。でかした。犬を増やせばさらにわしの仕事が減らされるのでは。それは確かに。草抜きの達人ね。こう雨が降る日は水やりしなくていいからあんまり気にしなくていいんだけど。お、穂が熟した。念願の収穫です。収穫早くね。んじゃ収穫やっちゃいますか。まだ田んぼの半分かできても。さあ島流し米2回目やね。よし、干す。さてさて、朝かけ、オッケー。船でもありがたいね。さ、十分。いや、これ夜食先にしてからだな。何か作るですか？だしで、何か食べますか？あー、肉がないのか。いただきます。結構食品無駄になるもんね。じゃ、二度目取った脱穀。行き橋でガシガシ行くぞ。あー、達人になると3つまとめてになるのか。これはこれで大変な仕事じゃの。乾燥度は 100%。 もみすりもするか。はい、お店に完了。溢れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。さあこれで格が上がる。今年はイマイチじゃったな。まだイマイチか。あ、てかワンチャン増えてたね。下ね。2年目格8。もう悪くはないか。でもまだまだだね。体力157、76。まあ2、30ぐらい上がったっけか。さて2年目の稲作完了ということで、ああ格も8に上がったね。多分探索がまだ しやすくなるんじゃないかと思うんだけどね。それなりに武器も強くなったし。
開拓だね。やっぱ次は開拓だ。